村上、見逃し三振。村人様が全ての悪い。山川がいいって。イップスになりかねんぞ。シーズン通して冷えるかもな。村上、岡本、牧、セリーグがひどすぎる。令和の水差し野郎。マスコミの村上の持ち上げようよ神様扱い。セクされたいのはこっちだわ。日本の4番バッターはこんなのしかいないのか。村上に生卵100個ぶつけたい。なんなんだよ、何が三冠王だよ。ベンチで声も出さずふてくされるのだけ一丁前。お前のせいでこうなってんだよ。熱気が剥がれただけ。神宮の三冠王、我もそう。神宮が狭かっただけ。ヘイトがみんなやばいな。もう次の大会でええやん。期待値ある山川に変えて流れ変えんとやばいよ。変えていいでしょさすがに。村上先輩すぎて草早よ。変えな絶対負ける。村上一発って。日本中を黙らせろ。村上これで潰れなきゃいいけど、まだ若いんだし、まだまだこれからの選手よ。せめて触れよ。何が村上様やねん。特にこの雰囲気に飲まれてる感じがする。表情からも硬さが伝わってくる。ご視聴ありがとうございました。